はい、和田秀樹チャンネル和田秀樹ですあの今日はちょっとこの黒いネクタイをしているのはですね人が亡くなってとっても残念に思っているということを私なりに示したいと思っての話ですちなみにですね、あの何度か説明していると思いますけどこのマスクをしているのはですね人々がバカバカしいマスクをやめるまでは私もマスクを続けるというふうに宣言してまして私としてはですね え3月の13日ですか、えー、からマスクが解禁になったというのにいまだに街を歩いているとほとんどの人がマスクをしているという異常事態これはもういかに異常かを分かってもらうためにまあみんなはさすがに無理だろうけどせめて過半数がマスクを外す街を歩いててとか建物の中に入ってとか電車の中に乗って。 半分以上の人はせめてマスクを外すぐらい日本人が正気を取り戻してくれれば私もこの和田秀樹チャンネルをマスクを外してやりたいというふうに思っておりますさて、えー、今回自殺という形で亡くなったのがこの大丸山荘という老舗旅館の社長さんなわけですけども確かにね法律にも違反してますし温泉のお湯をまあ半年に一度しか買えないまあひどいっちゃひどい ですよねでレジオネラ菌が結構な量、まあ、でいたという話なんですけどあのー、僕はあのコロナでもゼロコロナを目指すとかも含めてなんか日本人ってすごい清清潔潔信仰というかですすね清潔主義すぎる例えば世界中の温泉とか見渡した時にバーデンバーデンとかああやって自然に湧き立ってる温泉っていっぱいあるわけですよ。ああいうとこって まず、湯は絶対変えてないですよ。日本だって、いっぱい天然の温泉があって、池みたいな温泉があったわけですけど、こんなとこで湯を変えるなんてことってのはまあないわけですよ。確かに汚い。汚いっちゃ汚いんだけど、ある程度、もう汚いのはあるよねっていうのが公衆浴場だと僕は思っていて、いや、確かにね、もう前も全然洗わないで、ジャぼンと入るやつとかいるわけだよ。で、どんな雑菌がついてるか分かんない。汚いですよ。 でもそれが嫌だったらもう公衆浴場って僕入れないと思うよつまり前を洗わないでお風呂に入るようなやつを捕まえるとか逮捕するとかってやっぱりできないでしょって思うわけですよ確かにやってることはひどいけどここまで袋叩きにするっていうこのやり口っていうのが私にはあんまり理解できないいやまあ袋叩きにしてもいいんですけど結果的に人は一人死んでるわけですよね プロレスラーの人がネットの書き込みによって自殺した時とかはあれだけまあボロクソにネット民とかを叩き続けていたテレビマスコミがですよ今回みたいに自分たちがボロクソに叩くことで自殺した人に対してはほとんど取り上げようとしないこの汚さこのダブルスタンダードですよね僕はそのテレビがそこまで人の命を大事にするっていうんであれば人を殺したわけでもない人をこんなにボロクソに叩いていいのか がね、僕はね死刑判死論者じゃないですからその例えばレイプ犯だとかさ殺人者とかさそういうやつらで許せないようなやつらがそのボロクソにマスコミが叩いてそれによってその人が自殺したって僕はだけど今回の場合やってることが大したことないのにあんだけボロクソに叩いてるっていうことですよね。 だからそれでやっぱり人が1人死ぬっていうのはどうかなっていうふうには私は思いますよ。でねあの実際テレビ局っていうのはきれい事ばっかり言ってるけど現実にはね痩せすぎモデルを追放しないから拒食症で毎年100人死んでるとあるいはアルコールのね世界だったらビールを飲んでる広告はしちゃいけないってことになってるのにそれを堂々として金儲けをしてですよ。 毎年3万5千人のアルコール関連死が出てるわけですよ。そういうことは平気でしといて、例えば高齢者から免許を取り上げるだとかさ、コロナでみんなを閉じ込めるとかってめちゃくちゃしといて、で逆に自分たちはこうやって報道で、一人の人間を徹底的にいじめて人を殺す、自殺に追い込む、そんなことしてていいのかなっていうふうに私は思うわけです。まあ、いずれにしても、まあ、僕はレジオネラは確かに汚いとは思うけど、 まあ多少汚くても公衆浴場ってそんなもんだよねっていう感覚とか日本人の,そのゼロコロナ政策も含めてその清潔第一志向みたいなのがちょっと薄気味悪い気もしているもんですからこの山田社長がとても気の毒でなりません。えー、和田秀樹チャンネル田秀樹でした